こちらの食パンやカレー、日本でおなじみの商品ですが、実は海外向けなんです。国内で少子高齢化が進み、人口が減少する中、各社は海外での販路拡大に力を入れています。中でも日本に来た外国人が帰国した後の需要を狙って、あえて国内向けと同じ商品を販売する企業が増えているんです。午前10時前、長い行列を作っていたのは外国人バイヤーたちです。その目的は、今日から始まった日本の食品を海外に売り込むための展示会。日本の企業およそ700社が出展し、80の国と地域から4000人ほどのバイヤーが来場する見通しです。すごい安心で、なんか過去の技術が高くて、すごい評判がいいです。I personally love Japanese food. I love it. こちらはパンメーカー大手、四季島製パンのブース。輸出用だという商品を見てみると、日本で販売されているものとよく似たパッケージの商品が。From Japan、 いや日本製ですよということをの包装紙を作って、でもうこの、今月から輸出を始めてます。商品としてはもうそのまま日本の長寿、全く変わらないです。この企業では去年、輸出専門の部署を立ち上げ、パンや菓子の海外販売を強化しています。日本の工場で焼き上げたパンを急速冷凍した状態で輸出することで品質を確保。オーブンで数分間解凍すれば、焼きたてのような味を楽しめるといいます。狙っているのは、日本を訪れた外国人の帰国後需要です。日本にもたくさんのインバウンドのお客さんが見えてますので、まあ、そういったお客さんがですね、我々のこの超熟を食べていただくことによって、戻っても日本のこの超熟を食べたいというお客さんが今後増えてくるということを期待して。日韓関係の悪化などで日本を訪れる外国人はこのところ減少していますが、依然として年間3000万人を超える勢いを維持しています。外国人の帰国後需要を取り込もうという企業は他にも。 SB 食品は日本で主力ブランドの商品をおよそ80カ国に輸出。日本向けと同じ味や品質にこだわっています。現地で生産するとなると原料も違ってきますし、同じ品質同じ味のものを、まあ、維持することが非常に難しいということで、日本国内の製造に特化して、日本品質のものを海外へ広めていくと。海外で日本のカレーの認知度が高まっていることから、ニーズはあると判断。カレーをきっかけに香辛料の売り上げ増加にもつなげたい考えです。まあ、山椒ですとか柚子ですとか七味唐辛子ですとか、日本のスパイスメーカーとして、いろんな香辛料を海外広めていけたらと考えております。外国の方が日本食を美味しいって言ってくれるのは、はい、単純に嬉しいですよね。しかも日本食ってヘルシーってイメージもありますから。最後にカレーの話題が出てきましたが、カレーハウスココ一番屋が来年本場のインドに出店するなど、はい、日本のカレーは世界で存在感を今本当高めてるんですよね。そして政府はですね、農林水産物や食品の輸出額を今年1兆円にするのが目標だということです。目標に達するでしょう。